ドクターナブの研究所。満員電車とは、戦場、己のスペースを確保するために、人々は常に、物理的、心理的な攻撃を仕掛けてきます。今日もここに、とてつもない強敵が現れました。彼の名は、バックプレッサー。背中を思いっきり後ろに反らせてくる、とんでもない技を使ってきます。彼の後ろに立ったが最後、乗車中はずっとプレッシャーをかけ続けられます。背後に立った者はうまくバランスも取れず、スマホも見ることができません。この強敵、倒す方法はあるのでしょうか？今日は皆様に、バックプレッサー対策をレクチャーしたいと思います。このようにバックプレッサーの背後に立ってしまった場合、身動きは取れません。そして、自分も背中を反る姿勢を強制されることになります。自由は一切与えられない。スマホが見たいのに。もちろん、バックプレッサーの前方はガラ空きなので、彼自身はスマホを見放題なのです。では、どのように対処すればいいのか。答えは簡単なのです。この、背中を反る姿勢を利用します。顔を横に少しずらし、スペースがあることを確認します。そしたら、その空いている横側に、手を伸ばす。かっこよく、ピンと伸ばします。反対の手は、そっと上に上げていきます。これでバランスをある程度保つことができます。できたら片足を少し浮かす。これで周りからは、かっこよく電車に乗っている人、そういう認識になるはずです。完璧。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。では。